さあ、撮るぜ。今回は拳銃と一発ギャグを間違えます。意味がわからない。まあ、ネタ的に言うとできるだけ面白くない一発ギャグが良くて、2個ぐらいしか思いつかないんだよね。どっちがいいんだろうな。まあ、やってみるか。ケレーケレー、はい、ヘーベルハウス。これは滑るな。じゃあ、あともう一個いくよ。バーテンダー。こっちちょっとおもろいかもしれない。いや、どっちもいい具合に滑るね。どっちもいいけど、今回バーテンダーの方にしよっかな。なんかテンポ的にもそっちの方が良さそうな感じ。迫力もあるし、俺がでかい声出せるし。ちなみに今回は俺打たれないよ。バーテンダーで打たれないんですよ、これ。いつもだったらここでスパーンされるけど、今回打たれないんですよ。打たれずに、まあ、向こうにいる敵側とね、目を合わせて撃てよ。俺も撃てよ。殺せー、殺してくれーっていう感じで向かっていくと、あ、意外と悪くないな。テンポ的にやっぱバーテンダーの方が向いてる気がするな。よし、バーテンダーで行こう。今回撃たれる演技ないから早く終わるかもしれない。バーテンダー、撃てよ。俺も撃てよ。殺せー、殺してくれー。ちょっと声抑えちゃったね。さすがにうるさすぎるなって思って。あと最後向かってくよりこの場で膝から崩れ落ちる方がいいかな。殺せー、殺してくれーっていう感じで崩れ落ちる。いやでもややこしいな、倒れちゃうと。いろいろ試してみた結果、ちょっと画角をね下げ気味にして、足まで見えるようにして、最終的には殺せーになりました。こっちの方がなんか迫力あるかなと思って。あと動くよりもやっぱなんか止まって構えてる感じの方が多分雰囲気伝えるかなと思います。まあ一旦やってみようか。バーテンダー、撃てよ。俺を撃てよ。殺せー、殺してくれー。結構叫んだよ今。だいぶ近所迷惑、しかも物騒な言葉で。バーテンダー。もう結構悪くなかったけどな。これ以上叫ぶと多分ね、通報されるんですよ。だから今昼に撮ってるんだけど、誰もいないかなと思って。最後のセリフをちょっと変えて、もう一回ラスト撮ってみます。バーテンダー、撃てよ。俺も撃てよ。殺せ、いっそ殺してくれ。めっちゃうるさいな。ちょっとこれ以上撮ると怒られるかもな。テイク3だけど、まだちょっと見てみます。一回バーテンダー。いいじゃん、よくない。久しぶりに早く終わっちゃったよ。撮影時間まだ10分経ってないよこれ。いや、やっぱ一発ギャグ楽でいいっすね。一発ギャグ考えるのが一番難しかったっていうので勘弁してくれ。今回編集することもないですね。テロップつけて効果音つけてしたのが最後こちらです。撃てよ。俺も撃てよ。殺せ、いっそ殺してくれ。